マブラブ俺たネイティブ、前回に追加プレイしていきましょう。さて、高21号作戦の直前というか前からですね。こうしてると海の上とは思えない。天候が穏やかっていうのもあると思うけど、船体がこれだけでかいと船ってほとんど揺れないんだな。今日はクリスマスイブ。前のこの世界で、オルタネイティブ5が発動してきて、そんな日にこんな大きな作戦があるなんて、偶然とは思えないよな。クリスマスってのはね、二つの意味があるのよ。わかる？え？あ、いや、その…一つは、一人の子供が人類に夢と希望を与えた日。もう一つはね、大人が子供に夢見させる日。サンタがこんなんじゃ、あんたも夢なんか持てないでしょ。早く戻って夢の続き見なさいよ。最初の意味はどこ行ったんですか？やっぱり何かに例えたいんじゃないんですか？私は聖母にはなれなかったとでも言っておきましょうか。どういう意味ですか？戻りなさい。時間は普遍的なものじゃないの。いつこの時間が奪われてもおかしくないってことはあんたが一番知ってるでしょうが。あの時先生が言った一人の子供ってスミカのことだったんだろうな。この先にはベータが支配する里ヶ島がある。そしてハイブも。俺たちにとって初めての本物の戦場がある。ベータとの長い戦いの始まり、そしてそれを勝利への第一歩にしなければならない。絶対に。そしてスミカを絶対に守るんだ。そうすれば人類に希望を与えられるんだ。白金？おお、タイ。何やってるんだこんなところで。飲むか？何を？あのまずいやつ？ああ、まずいやつだ。あいつだ。いや、喉は渇いてませんので。そうか。それにしてもどうしたんだ？眠れないのか？ええ、まあなんとなく。まさかと思うが、まだ PTSD のこと気にしてるんじゃないだろうな。はあ、いえ、それは全然考えてません、考えてませんでした。今言われて思い出したくらいです。そうか。それは何よりだ。貴様に関してはそれが一番気がかりだったからな。俺の PTSD については、タイにいろいろ心配もかけたし、面倒も見てもらったからな。いろいろと考え事をしていました。そしたら眠れなくなっちゃって。まあ、それも仕方がないだろう。貴様にとっては、この作戦が初陣のようなものだからな。いや、別に俺は緊張してますね、やっぱり。するなという方が無理だろう。それが自然だ。まさかタイも？当たり前だ。私だってこんな大規模な作戦に参加するのは初めてだからな。あ、そうなんだ。タイでも緊張するんだ。そういう感じには見えないけどな。なんか、そういうの聞くと少し安心しますね。私を何だと思ってるんだ？これでも女だぞ。女は女でも、俺のイメージはタイは鋼鉄の女です。なんだと？タイだけじゃなく、俺の周りの女はみんな強いですよ。特に心が。女であれ男であれ、強くなければ生きていけない時代だからな。そうですね。真面目に尊敬しますよ、ほんと。白金。はい。貴様、女とうまくいってないのか？え？違いますよ。何言いなすな、急に。なんだ、違うのか？私の経験からすると、女の強さがどうこういうやつは、大抵捨てられた男だぞ。ああ、そういうことか。別れたのに、男はズルズル引きずるけど、女性はなんか、きっぱり、なんだろう、さらっとしてる？サバッとしてる？サバサバッとしてる？みたいな、そういう話か。違いますって。驚いたな。私はこの手の読みを外したことはなかったのに。俺はタイがそんな話題を振ってきたこと自体に驚いてますよ。貴様、それはどういう意味だ？え？いや、タイは他人とそういう話をしなさそうっていうか。なるほど。軍人としては頼れても、色恋沙汰に関しては当てにならない。そう言いたいんだ、ね。いや。なんだ？貴様が考えていたのは、そこまで言いづらい内容だったのか？
そんなことないですよ。じゃあぜひ聞かせてもらいたいな。楽しそうだな。困ったな、なんて言えばいいのか。あくまで俺の印象ですけど。うん、それで？タイは他人のそういう部分にはあまり触れなさそうな人っていう印象なんですよ。え？つまりその、俺たちが一人前であるっていう前提を極力侵害しないようにすることで、俺たちに英士としての責任を完璧にこなしてしかりっていう原則をより強く自覚させるっていうんですかね。タイは完璧主義っぽいので、そういう線引きを決めたら絶対にそれを守りそうな感じがするんですよ。なるほど。そんなに堅物に見えてるのか。まあそれは否定できないな。いや、そこまで言ってるわけじゃないですけど。いや、いいんだ。確かに私は他人の色恋沙汰に個人的な興味は全くない。やっぱり。まあ部隊長責任の範疇で部下のメンタル面を気にかけるよう努力はしているがな。だからその手の話で相談に乗れたとしても、人の経験談や数少ない自分の体験を参考に分析して比較評価するだけだ。分析とか評価っていうのがタイっぽいところだよな。硬いな。その手の話だったら宗方の方がよっぽど頼りになるだろうしな。でもあの人まともに取り合ってくれそうにないんだけど。いやだから女に振られたわけじゃないので、そこから離れてください。まあいい。絶対信じてないなこの人。貴様のような特別な存在であれば、私には想像もつかない心労もたくさんあるんだろうな。特別な存在か。別にそんな大層なもんじゃありませんよ。タイの予想も、全然的外れってわけじゃないですし、確かにスミカに振られたわけじゃないけど、女関係で悩んでるっていう意味では同じだしな。そうか。それが貴様の中で解決できればそれでいいんだ。心の整理さえつけられればな。A 氏の優位ですからね。作戦には影響出しませんよ。そういう悩みとか迷いをうかつに表に出して、他人の負担にすることだけはできない。それを割り切るにしろ何にしろ。それにスミカのことはそういうレベルの話じゃないし。そういえば貴様にはまだ聞いていなかったが。2話ってことは他にも聞いたのか。はい。貴様は何のために戦っているんだ。この世界の人間にはよくこの質問されるな。その質問で確認したくなるほど俺ってぬるく見えるかな。それとも元の世界でいう血液型や星座のような話題の取っかかりみたいなもんなのか。俺は取り戻すために戦ってます。取り戻すため。欲張りな話ですけど、自分が壊してしまったものや失われてしまった大切なもの、そういうものをできるだけたくさん取り戻すために戦ってるんです。確かに欲張りな話だな。だがそういう貴様だからこそ特別な任務が与えられるのかもしれんな。それはあまり関係ないような。70年代にアメリカ軍が学術調査した兵士の心理に関する話があるんだが。うん。兵士の心理ですか？ああ、二つの世界大戦と初期のベータ戦での兵士の心理を比較調査することで、異星人と戦う場合のストレスや新兵への効果的な動機づけを研究したんだ。二つの世界大戦、一体どうやって？当時存命していた退役軍人を探し出し、世界各国で地道に聞き取り調査したらしい。地道だな本当に。さすが米軍だ。そういう側面も手を抜かないなんて本当にしっかりしてるよな。いい悪いではなく、戦争に対して国の選び得る選択肢として常に真剣に取り組んでいるんだな。その中で最前線の兵士が何のために戦うのかという調査項目で面白い結果が出たんだ。面白い。へえ、何です？最も多かった理由、何だと思う？何のため、やっぱ家族とかじゃないの？まあ普通に考えれば人類や地球のため、まあ昔言えば国のためってやつですかね。外れだ。それは送り出す側と戦場に行く前の兵士が多く答える理由らしいぞ。へえ。戦場に行ってもそう考える者もいるだろう。戦場、そうか、戦場に行ったとか、自分のためかな、自分の命のためみたいな。だが戦争の現実を知らない者ほど建前や理想、
教育の影響でそう答える者が多いそうだ。なるほど。特に送り出す側や世間は、家族が戦場に赴くという重い事実を受け入れるための言い訳として、そういう言葉を欲しがるのだろうな。じゃあ正解は、残してきた家族や大切な人たちのためですか？残念ながら、それも前線に行く前に多い理由だ。特に送り出す側は、それが本音だと思いたがるらしい。確かにそうかも。結局、一番多いのは、仲間のため、だそうだ。あ、仲間か。驚いたことに、戦う相手が人間だろうがベータだろうが、この結果は同じだった。仲間のためか。同じ戦火をくぐり抜け、苦楽を共にしてきた戦友を死なせたくない。だから必死に戦うことができるというわけだ。大きく差があって、自転が敵に対する恐怖らしい。恐怖？例えば独ソ戦末期、敗走したドイツ軍の奮戦がそれだ。ソビエト軍の捕虜になったら何をされるかわからないという恐怖が、装備も士気もボロボロだったドイツ軍を奮起させたらしい。それってまさにこの世界が置かれた状況そのものじゃないか。それこそがこの世界の兵士が前線で戦う気持ちに最も近い気がするけど、それでも仲間のためっていうのが大多数なのか。大尉はどうなんです？何のために戦ってるんですか？私か。そうだね。私も結局は仲間のために戦っているな。隣で戦っている戦友を一秒でも長く生かすために。言ってることはわかるけど意外だな。 A01 みたいな特殊任務部隊の部隊長はもっと大きいことを理由にしてるんじゃないかって思ったけど。だからといって人類の勝利やオルタネイティブ計画の成功という目的がブレているわけではない。背部に突入しろという命令があれば生還の可能性が低くてもそれに従う。だが実際に突入した後にはその目的だけで戦い切るのは難しいのかもしれないな。それはもっとこう直接的な、目の前にある何かのために命を懸けたいという願望なのか、自分の死は決して無駄ではないという何がしかの意味を求めているのか。まあそれはどのみちある種のセンチメンタリズムなんだろうが、いつの間にかそう思うようになってしまっていたな。しかも実践を重ねるたびにその思いはますます強くなっている。そうか。実践の悲惨さ、殺し合いの現実にある狂気や恐怖に抗うには漠然とした目標では役に立たないってことか。だから実際の戦場を知らないと理想が先立って、現実を知るともっと身近な理由が大きくなってくるんだな。俺も実践を経験するとそう思うようになりますかね。私が見るに貴様はすでにその域を通り過ぎてしまっているような気がする。え？だからこそさっき貴様が言っていた戦う理由に到達したんじゃないのか。取り戻すためか。いや俺はそんな本当の実践だってまだだし。確かにそうなんだ。だが不思議なことに貴様は私にそう思わせるんだ。だからこそ納得する。貴様が特別なのだとな。俺はそんな大層なもんじゃない。部下の死を任務として割り切りながらも、それを支えにしなければ死に向き合えない私には、貴様のような考え方はできないだろう。確かに仲間の命と任務の達成という二者択一を迫られれば任務を優先するだろう。だけど俺だって仲間は失いたくないですよ。わかっている。貴様の戦う理由にはそれが含まれていると言っているんだ。え？貴様の戦う理由を簡単に言えば自分のためということだ。だがこれまでの貴様の言動からそこに極端な利己性は感じられない。まあ確かにね。自分のために戦いながら結果的に他者をも救おうとする。まさに貴様は理想論を掲げているんだ。それは俺が本当の実践を経験していないからですよ。確かに実践ではないが、あれほどの体験をしながらも今それを口にできるのは相当なバカか。
本当に肝が据わっているかのどちらかでしかない。悩んでもがいて逃げ出して、その結果追い詰められてようやくそうなっただけだけど、今そうなっていることだって本当に覚悟は決まっているから、決まってのことなのか怪しいって思うときはまだあるんだ。多分そんな立派なもんじゃないですよ。自分でもよくわかりません。そうか。それでも貴様は少なくともバカではないというのが私の評価なんだな。それはありがたいですね。緊張していると言いながらその余裕、頼もしいな。何言ってるんですか。タイがほぐしてくれたからですよ。まあいい。とにかく貴様が見えていない自分自身の一部分は、この任務である程度見極められるはずだ。そうかもしれませんね。そうか、確かに俺はタイが言うようなことを実際にやっているのかもしれない。遠くにある大きな目標と身近にある小さな目標、俺にとってそれは世界の修復と住処だ。俺は今、俺を因果動態にした原因を取り除いて、最終的に世界の修復を達成するためにやっている。その過程で当然人類を救うことやベータを殲滅することも達成するつもりだ。だけど00ユニットになった住処の存在が今の俺にとっていろんな支えになっていることは事実だ。そしてそこが俺の中で引っかかっているのも確かだ。任務の範囲に抑えているとはいえ、住処のことには少なからず支障が入ってしまう。俺自身が自分の覚悟を怪しく思う原因がそれだ。タイだったらこういう時どうするんだろう。例えばなんですけど。なんだ。タイが同じ部隊の人間と付き合ったとするじゃないですか。しかもその相手がかなりの重要人物だとします。なかなか難しい状況設定だな。それで、もしタイがその立場になったら、任務を遂行する上でその恋人にどこまで私情を反映しますか。そもそもそんな奴と付き合わないという答えは当然求めてないだろうな。はい。しかも建前じゃなく、できれば本音を言ってもらえるとありがたいんですけど、うん、本音か。いや、もちろん答えられる範囲での話です。だがそういう聞き方をしてくる以上、私に対する興味ではなく、貴様が抱えてる悩みに関連しての質問なんだろう。さすが鋭い。見え見えか。特別任務のためなのか個人的な相談なのか知らんが、何かの参考になるなら答えよう。すいません。そうだな、私は弱くて臆病な人間だから、多分任務に支障がない限りの最大限市場を反映してしまうと思う。すごい言っちゃってんな。何密だこれ。綿密か。強気っていうか、何事にも動じないタイガ。神宮寺軍曹の時だってそうだし、訓練のカリキュラムや指揮だって。いや、臆病で弱いからこそ失敗を恐れて緻密になるし。緻密か。強気に出るものなんだ。あ、そうだな、あれだわ、右側地だわこれ。ちゃんと読まなきゃダメだな。そういうもんなんですか。貴様たちは私のことを完璧主義などと言っているが、そういう風に見えているのも臆病さの自信のなさの裏返しなんだ。じゃあそういう弱点を補うためにそこまで努力してるっていうか。でもそれは自分の弱点が分かっていないとできないことだ。それに私は狡猾な女だから、その恋人に私情を反映したことを周囲には絶対に悟らせないようにすると思う。なるほど。そっちの方面で緻密さが出るのか。そしてそれを完璧にやるんだろうな。そうすることが周囲の者に対する礼儀だろ。貴様の設定した状況であればなおさらな。そうか、大ほどの人でもやっぱり私情が入るんだな。人間である以上それは仕方のないことなのかもしれない。でも状況や自分を客観視できなければ周囲に悟らせないようにするなんて絶対できない。そういうある種の慎重さや臆病なところと客観性が指揮官向きの資質なのかもしれない。神宮寺軍曹も同じようなことを言っていたな。だが実際はどうだろう。そこまでその人を好きでいられるかどうか。どういうことですか。戦う理由の話だが、私はある男に生きて会い続けるために必死に戦っていたんだ。え、生きて会い続ける。
だがさっきも言ったように実戦を重ねるたび仲間を殺さないためという理由が強くなっていった。その男に生きて会うことの大きさは変わらないが、それよりも仲間を殺したくない気持ちが勝ってしまった。 A01 部隊の真相を知っていれば再会なんて考えられなかったはずだ。そうか。だから貴様の質問にあった恋人への思いにもそれと同じような変化が起きるかもしれない。そうなったら逆に付き合っているからこそその相手に厳しくしてしまうかもしれないな。単位だったら最初からそうするんじゃないですか。そうかもな。まあこんな話が貴様の役に立てばいいんだが。単位は自分たちが00ユニットの組対候補者だってことは知らないんだ。00ユニット組対候補者がどういう目に遭うか知っていたら単位の性格上その人に生きて会うなんて考えるはずがない。仮に記憶や人格の移植が成功しても00ユニットの機密レベルを考えれば昔の知り合いに会うなんてことが許されないのは明白だ。その人って単位の恋人ですか。恋人か。まあ現状では私の片思いだろうな。だったらなおさらだろう。親族ではない知人に面会の機会なんて絶対に与えられないはずだ。大たちはまだ A01 部隊の本当の設立理由を知らない。ということはスミカのことも全く知らされていないはずだ。もう少し突っ込んで話しても大丈夫だろう。なんかだろうなんて大にしては曖昧ですね。何しろ手強い競争相手が3人もいるからな。それに私は臆病だって言ったろ。へえ、同時に4人好かれるなんてその人モテモテなんですね。男が減っているから倍率が高いのか。モテモテ。やべ、結構古めの言葉だと思ったんだけど、すごく人気あるっていうことです。でもライバルたちが単位の肩書きなんかを知ったらおとなしく手を引くんじゃないですかね。それが厄介なことに全員が知り合いで、というより私の姉妹だから軍の肩書きなんていうこけ落としは全く通用しないんだ。へえ、姉妹。タイは4姉妹なんですか。っていうか同じ、全員同じ人を好きになったんですか。それは大変だ。下手したらヒルドラの世界じゃないか。ああ、お互い確認したわけではないが見ていればわかる。揃いも揃って趣味の悪い姉妹でな。タイが一番上ですか。いや、上に一人姉がいる。あ、そうなんだ。なんか一番上っぽいけどな。なんかしっかりして加減というかしっかり加減というか。タイは次女なのか、どっちかっていうと長女ってイメージだな。でも皆さん無事なんですね。ああ、今のところはな。姉は内務省、下の二人とその男は帝国陸軍の戦術機に乗ってる。へえ。帝国軍ってことは場合によっちゃクーデターで妹さんやその人と戦う可能性があったってことじゃないか。メイヤたちだけじゃないんだ。あいつらよりは普通に生きているタイたちだってこういう運命がある。それでもタイは任務を遂行したんだ。弱いとか臆病とか言ってる人が。しかももしかしてタイ、今回の作戦機密保持の関係上直接は聞いていない。だがリストを見る限り一番下の妹の部隊が参加していたな。帝国陸軍で戦術機ってことはウィスキー部隊。ああ、そうかそうか、おとりか。先陣切って全面上陸する陽動部隊、しかも国連の機動降下部隊に続いて背部に突入するんじゃないか。そうですか、心配ですね。確かに心配だが、あの子やその仲間たちを信じるより他にできることはない。私は私の任務に集中するだけだ。まあ私の部隊が作戦に参加していることを妹が知らないのは唯一の救いだ。え？あの子はまだ若いからな。何も知らなければ余計なことに気を取られずに済む。いくつぐらいなんだろう。機密レベルの高い A01 部隊の所属でよかったなんて初めて思った。やっぱりタイはすごいよ。本当は心配で心配で仕方ないはずだろう。しかも今までだってこういう話をしなかったのは A 氏の流儀を守ったってわけじゃないはずだ。そんなルールに頼らなくてもこの人は過去はきっちりできてるんだ。神宮寺軍曹の時だってあれほど軍曹の教えを理解しているタイだったら本当はその死を悲しみたかったはずなんだ。多分訓練兵を事故で亡くした時の軍曹のようにタイも自分の部屋で泣いたんだろう。でも部隊の連中にはそんな様子欠片を見せなかったはずだ。だから俺がこれ
気を使ってしんまりするなんて、タイにとっては侮辱に等しい。俺はまだ、英氏の流儀というルールに乗っからないとそれができないけど。確かに、心配させない点ではいいかもしれませんけど、それってまずいですよ。え？作戦が終わったら妹さんは、一歩も二歩もリードじゃないですか。何？どういう意味だ？その人は後方で妹さんのことをすごく心配してると思うんですよ。それって心理的に結構、結構じゃない。影響大きいんじゃないですか？ A01 の機密性の高さが災いして、その人がタイが佐渡島にいるって知らないはずですよね。確かに、そうかもしれないわね。だから作戦が終わったら、早速なんかアピールしないと。アピールね。そうですよ。任務のことは言えないにしても、もっとこう、間接的なアプローチで伝えるとか。間接的。絶対無駄だな。え？あ、無駄なの？何言ってるんですか？やる前に諦めるんですか？いや、それが、あいつは稀に見る鈍感野郎なんだ。鈍感。間接的なアピールが通用するぐらいなら、とっくに誰かと結ばれているはずなんだ。なるほど。まあ、うちの姉妹とあいつは幼馴染ということもあって、お互い知りすぎているだけに仕方がない部分もあるのだが。幼馴染ですか？なんだ急に。幼馴染がそんなに珍しいのか？あ、いや、俺の好きな子も実は幼馴染で。なんだ、貴様もか？いいか、幼馴染はサインが見えにくいから、わかりやすくアピールしろよ。手遅れです。俺が鈍感だったみたいです。なんだと？ということは、貴様がその子に好かれたのか？まあ、自分の中にもそういう気持ちがあったのに、それがそいつへの思いだってわからなくて。だから、子供の頃から同じ思いでいてくれた向こうの気持ちにもずっと気づいてやれなかったんです。あんたに一瞬卒業。危なかったな。何ですか？よく聞こえなかったけど、タイの言葉遣い、一瞬変じゃなかったか？いや、なんでもないわ。じゃなくって、なんでもない。なんでもないわ。とにかく、今の話からすると、とりあえず、互いの思いは伝わったようだな。おめでとう。ありがとうございます。参考までに聞くが、貴様は、どうして相手の気持ちに気づいたんだ？まさかこんなことで通じ合うとはな、タイと。え？しまった。スミカと付き合ったことは思い出したけど、そこに至る経緯やその辺の細かい記憶は再生されてないんだよな。なんだっけな。なんか大きなことがあった気がするけど。何しろ主観時間で3年以上前だし、いや、記憶さえあれば忘れるようなことじゃないか、そういうのって。何よ。あんたにはいろいろ教えてあげたじゃない。そのくらい教えてくれたって。タイ？あ、いや、すまない。いえ、タイかわいいな。そうか、今のがタイの素なんだ。なんだか早瀬中より怖いっていうか、攻撃的な感じ。でもそういうのが出るくらい、その人のことに夢中なんだろうな。妹が有利だって脅かした責任上、ちゃんと教えてあげないと。ちょっと待ってください、今思い出しますから。いや、無理にとは。ですね、俺が気持ちに気づいたのは、決定的だろう部分を思い出せるのは。多分あれだろうな。見当がつきました。そうか。で、何がきっかけだった？一緒に温泉に入って背中を流してもらいました。何？それはもちろん、お互い。ちっちゃいな、声が。はい、温泉ですから。貴様の恋人は、なかなか大胆だな。確かにそこまでやれば、いくら鈍感といえども。でも強化装備でそういうのに慣れてるんだから、そんなの楽勝じゃないですか。貴様は乙女心というものが全く分かってないな。乙女心？似合わねえ。タイにもスミカにも全く似合ってねえ。お前、殺されるぞ。貴様の恋人が、そこまでの勝負に出ざるを得なかった気持ちが、我がことのように理解できるな。どういうことですか？いくら強化装備と羞恥心が麻痺していようが、好きな人の前で裸になるのは全く別のことなんだ。そういうもんですか。貴様は、
タイの連中からその辺のことをよく叩き込んでもらえ。私がみんなに言っておいて。やめてくれ。いや、タイ、それはなんか厄介になってきたぞ。おそらく私は貴様の恋人と異常に話が合うはずだ。いや、絶対に合う。まあまあ、タイ、落ち着いて。ああ、そんな男に惚れる女もしょうがないと言えばしょうがないな。はあ、とにかく貴様は絶対に生きて帰って、その子に今までの償いをすること。死ぬことは絶対に許さん。はあ。これは命令だ。復唱。必ず生きて帰って、すみ、ああ、言っちゃった。すみかに今までの償いをします。あ、しまった、つい名前を。まあ大丈夫か。ゼロゼロユニットの存在はともかく、すみかの個人情報は何も知らされてないはずらしい。すみかというのか。美しい名だな。貴様が生きている限り大切にしてやれ。命令されるまでもなく、そのつもりですよ。なんか腹が立つわ。大い。冗談だ。大い、死なないよな。なんかこういうさ、なんだろう、心の交流があった後に死ぬ可能性高いの怖いんだけど、この人、やっぱり早瀬注意や宗像注意の上に立つだけのことはある。俺に対する扱いの方向性は同じだ。さて、長くなってしまったな。私は戻るが、貴様はどうする？俺はもう少しここにいます。そうか。だが、できる限り多く寝ておけよ。特に貴様はあまり薬物に頼れないんだからな。はい。睡眠薬にしろ興奮剤にしろ、薬はしばらくゴリゴリだ。せっかく単位のおかげで収まったのに、またフラッシュバックのきっかけになったらたまらないからな。いろいろお話ができてよかったです。ありがとうございました。私も勉強になった。この任務が終わって休暇が取れたら、早速温泉作戦を決行する。は、ご分を。休暇取れるといいけどな。怖えな。意外なところが多かったけど、それはタイとそういうコミュニケーションを取っていなかったから、俺が知らなかっただけだ。もっと早くこういう話をすればよかったな。そうすれば優子先生との付き合い方にしろ、スミカのことにしろ、もっと楽だったかもしれない。やっぱり神宮寺軍曹のことがあった直後の俺を見られている分、どこか気まずいっていうか恥ずかしいっていうのはあったからな。ん？タケル。まあ、メア、なんだ、お前は眠れないのか？あ、うん、そんなところだ。ここで一旦区切るか。次回、じゃあメイヤと話していきましょうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。